取りました小橋健太。試合時間は5分を経過した。以前は即席チームという意識があったが、今はお互いに頑張っていこうとするそんな気持ちがあると小橋は言っておりました。肩は一つです。さあがむしゃらにバックを取った。いやーこれは川田も意地を見せますね。行きました。川田は鼻血を出してますよね。ははー、なるほど、赤いものが鼻の下に見られます。川田俊明、ジョニーエースが出てまいりました。ロープに振った、そして抱え上げてスカイハイジャストミート。カウントは2。早くも体が好調しておりますジョニーエース。十分ジョニーエース。さあ腰が沈みました。川田俊明高さがあります。レインバスター叩きつけました。開幕戦から飛ばしております。両チームそして両選手戦況を見つめております。三沢光晴やはり竹内さん、このジョニーエース小橋健太組の狙いはこの川田でしょうか。どっちとも言えないでしょうね。ただやっぱり今日の動き見てますとね、やっぱりこのアジアタックの出しということが本当にいい起爆剤になってるって感じしますね。なるほど、はい、非常にスピード感ドライブ感があります今日のジョニーエース小橋健太組。さあバックに回ったぞ。いやしかし作って起き上がってスピンキック、三沢にタッチしました。ジャストミート出腹をくじいた小橋、ボディープレス、そして自らロープに走ってギロチン。カウントは2、スリーパーホールドです。さあ別勢の三沢光晴、9.1 日本武道館ジャンボ鶴田との一戦がありました。後半のスタミナ切れは否めない状況でした。まあ、それにしても鶴田は怪物だという三沢でしたが、やがてはその怪物も超えなければいけない。90年ジャイアントシリーズ開幕戦の三沢光晴、ロープにホイップされた、クロサインをくぐって合体のショルダータックル、そして合体のドロップキック、場外転落だ。さあ何やら新しい合体殺法があるのか。さあ注目しよう、ロープを使ってパンチャー。竹内さん今のどうですか。そうですね、ちょっと何をするのかよく分からなかった部分がありましたけど、ね、はい、最後はうまい連携を見せましたね。おそらく2人で考えたまた合体の一種だったんですよね。なるほど、言葉を超えた合体です。至近距離からのショルダータックル、竹さんも完全に小橋優勢を伝えていいですよね。さあ、セカンドロープからの DDT ですね。さあ新しい技を持ってまいりました小橋。カウントは2。さあ劣勢です三沢光晴。さあその間にジョニーエース、トップロープに登っている。非常にコンビネーションがいい、フライングボディアタック、そして返す刀でミス、川田を打ちました。放送席目前に川田が転げ落ちてまいりました。さあ三沢の反撃が開始されそうだ。敵軍のコーナー、ジョニーエースを捉えております。自軍のコーナーです。さあ小橋につなぎましたジョニーエース、そしてジョニーエースも加勢する。一瞬も止まるところがありません。さあ技を超越した2人、
転落クラス、そしてそれを追う川田。10分を経過いたしました。馬場さん、この小橋の頑張りどうですか。よく頑張ってますね、はい、ただね、三沢川田コンビちょっと悪いように思うんですよね、なぜかというと三沢がやっぱり相手に合わせた動きをしてしまうんですね。どんな試合でも相手に合わせてしまうんですね。あ、なるほど。自分に相手を合わさすようなことをしないんですね、はい、小橋トップロープ、フォーカスを定めた。フラッシュが一斉にたかれました。ブランチャー川田大の字です。ここまでは完全に現在のアジアタックチャンピオンチームジョニーエース小橋健太組優勢とお伝えしていいでしょう。傑作ホイップ川田、さあ反撃に転じるのか。あー、フロアか、フロアか、あなたは何をするんですか。いや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 、これは強烈だ。まさにフロアへのオクラホマスタンピードでしたね、さあどうでしょう、小橋が起き上がることができるんでしょうか。ジョニーエースがフォローしておりますが、いや、しかし小橋健太相手をしっかりと見つめております。場内小橋コール、反撃の魂の導火線に火がつくのか小橋。さあ三沢がエルボーをつなげる、得意とするエルボーをつなげます。お客さんの歓声に混じって小橋の悲痛な叫びが放送席よく聞こえてまいります。カウントは2.45 分の一本勝負のタッグマッチ、超世代軍のタッグ対決となっております。カウントは2。さあ三沢川田組が徐々に自らのペースになっていくんでしょうか。足を取りました、ハーフボストンクラブです。先ほど痛めているその腰にぐい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 と力を加えていくエースカット。さあ小橋としてはなんとかいい形でジョニーエースにつなぎたいところだ。しかしちょっと自分のコーナーは遠い状況です。そしてまたこれは腰を狙っていきます、キャメルクラッチ。小橋健太のロンリーバトルが続いております。オレンジのショートタイツの動きがちょっと止まってまいりました。放送席の目前だ。竹内さん、これはエプロンから場外へのブレンバサーでしたね、はい、これは非常としか言いようがありません。いやー、これは小橋健太もうピクリとも動きません。これは心配な状況です。しかもリングの下のマットが外れたちょうど床の部分ですよね、はい、先ほどの花道でのオクラホマスタンピート、そして今のこのブレインバスター。いやー、小橋健太も足元ふらついております。やはりこの調査大軍同門対決としても先輩としての武さん意地があるんでしょうね。あ、前半は小橋がいい飛ばし方をしたんですけども、ここに来てやっぱり川田も三沢も意地を見せ始めましたね。はい、今顔面キックを見せました川田。わあ、さあ小橋返すのか。
リーバースのショルダースルー、さあジョニーエースにタッチしました。ドロップキックジャストミート、もう一発ジャストミート、連発連発。15分経過いたしました。もう技を超えた2人です。小橋健太、ある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 、ハッタルデー、ハッタルデー、京都出身小橋健太、ロープにリバースにフライだ、うまい連携。たけしさんいかがですか。これは効いてますよね、しかも今日したたかに痛めつけられている腰です。スピンキック、馬場さん、ここに来て三沢川田組は徐々に自分たちのペースを取り戻してるんじゃないですか。まあ、自分たちのペースというよりも小橋のこの腰を狙っていくということはもうこれは常道ですからね、はい、垂直に落としましたね。頭から落ちました今の。カウントは2。いやもう今日はヒヤリとするシーンがもういくつもいくつもあって、いや心拍数が高まります。さぞかしお客さんもそうでしょう。ジャーマン、ジャーマン、カウントは2、カウントは2。さあ始まりました、ゴールデンホール重点オンストンピング攻撃です。エルボードロップ、ちょうど腰から首にかけてを狙い始めましたね、場内は小橋コール、ステレオサラウンド高校だ。十分な体勢でした。タイガードライバーを竹下狙ったんでしょうね。パワーボムを狙ったんでしょうけども、ちょっと滑りましたけども、でも落ちましたよね、はい、さあ今度こそ、ちょうど空中同点を失う体勢、 2.5 ですね。カウント限りなく3に近い。空中殺法に出そうだ。下から川田、小橋は三沢、さあ小橋が川を変えた。スカイハイの体勢だ、超高層の体勢だ、スカイハイ、ラリアット、カバーの体勢。これは川田も意地ですよね。はい、もうお客さんのコールが聞き取れません。キックだ、そしてバックに回った、尾てい骨までから、あミサイルキックジャストミート、首でこの辺りだ。ボディースラム、ギーロチンドロップ、さあ予感がするぞ、予感がするぞ、予感から実感へ、実況から、あー危ない危ない、下に回られた小橋健太、下に回られてガーン石落とし、セカンドロープからです。そして三沢がトップロープに登っています。ブレインバスターダイビングボディープレス、カウント2で返します小橋。開幕戦後楽園ホールセミファイナル、この上なくヒートアップ、リバースに振られた、そしてエルボーで返した、因縁作りのエルボーから、そして両の腕を取った、エースカット、エースカット、バックに回った、いや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 、丸め込んだ丸め込んだ、うまいうまいうまい、カウントは2、ローリングタッチ、ジョニーエースです。20分が経過いたしました。45分の一本勝負、
対角線に振った、ラリアットかわされた、そしてエルボーだ、鼓膜破りのエルボーだ、そしてガーン関落とし、トップロープ三沢、トップロープ三沢、ダイビングエルボーバット、これで淵正信は失神しました。カウントは2、スピンキック、川田は小橋を、そして三沢はエースを、永久保存版の超世代軍タッグ対決、アジアタッグチャンピオンチーム芦川光大合体殺法、ジョニーエース小橋健太組やや劣勢です。今日初めて起きましたエースコール、スカイハイか、いや不十分な体勢ですけども、エルボー打ってきました、片指入りましたね、入りました、カウント3です。最後はまさに今日ついてのカウント3と申し上げていいでしょう。早々に引き上げていきます、三沢光晴、川田と試合組、勝負タイムは21分と12秒でした。馬場さんいかがでしたか。エースの小橋もよくやりましたよね、はい、まあ、三沢川田をあれだけ攻めたんですから、はい、これはもう負けても褒めてやるべきですね、はい。さあ、そして竹内さん、この世界最強タッグに照準を合わせた場合、今日のこの世界アジアタッグチャンピオンチーム戦いはどうでしたか。これはそういう舞台でもう一回戦わせてみたいですね。あ、なるほど。さあ、今お客さんから温かい拍手を受けております。ジョニーエース小橋健太組、90年ジャイアントシリーズ開幕戦後楽園ホール、セミファイナルを大いに盛り上がりました。